ね、フリースタイルというのはね、あの快適な歌詞じゃなくて即興でやるラップでございます。でそれで、今からやるのはお客さんたちからいただいたお題を一つ一つラップに盛り込んでいって、それを即興で一つのラップにするっていうやつです。だから、皆さんも参加型なんでね、俺にラップしてほしいお題とか言葉とかあればもうね全然関係ないことで大丈夫なんで、なんかね手挙げて教えていただければと思います。何か俺にラップしてほしいお題があるよって人手挙げて教えてください。オッケー、わあどうしようかな、ちょっと待ってね、待ってね、はい、じゃあその前の女の子、なんだ、でビーナスフォート、ビーナスボート、あそこのショッピングセンタービーナスフォートっていうの、え知らない、知らんな、何も知らない、なんかここでやる資格があるのかちょっと自分を疑うぐらい何も知らないえビーナス、ビーナスポート、フォ、フォの方、フニーオーデフォー、みんなそう、そんぐらい知りませんね田舎もんなんでねでも多分あれですよね、この場にすごい非常に即したお題ということですよね、非常の空気読んでいただいてその場に即したお題出してたのも関わらずこいつらが知らないからなめんなよって今思ってるっていうことですよね。そうか、ごめんなさいね、ビーナスウォートね、じゃあ他なんかありますか。じゃあ、はい、そのピンクのタオルかシャツか、なんかピンクの持ち上げてる横須賀、え横須賀から来たん、おーすげえ、ありがとうございます、まあ、横須賀からね、まあ、そんな、なんか遠くから来たねとは言えない距離というか難しいな、遠くもね、そっから来たんですか、福岡からマジっすか、ありがとうございますとは言われへん、ね、横須賀は、まあ、まあ濃いよなって感じの距離、なんか俺が呼び出したら横須賀なら来いよなみたいな、横須賀住みの後輩なら俺が呼び出したら来いよと思いました。むちゃくちゃ偉そう、むちゃくちゃ偉そうしかも横須賀とかめっちゃ怖いからな、あ本当に舐めてるけど、横須賀の後輩はじゃあいいわ来なくて横須賀からね来てくれました、横須賀、じゃあ他なんかありますか、ですか、ちょっとね、こっちの方、行きましょう、はい、じゃあそこの、灰色のシャツお兄さん、パンケーキ、なあさっき食べた、さっきパンケーキ食べた、よかったね、よかったななんか俺可愛い女の子からさそのお題出てきてさっき食べましたな、分かるけどさゴリゴリなんか男だし、そうやね、もうしばらくしたらおじさんに差し掛かる年齢だと思うし、あの人なんかあの可愛い子がね、うん、パンケーキとかって確かね、何したの、はぁ、ね、おらって思うよね、そう金髪の割とチャラそうな、チャラそうなやつがね、パンケーキ、パンケーキはちょっとあちょっとね、おらって思いますよ ね、じゃあ他なんかありますか、ちょっとね、後ろ行くわ、後ろで今、こないやった、あそこの、わかるか、そう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 やってるやつや、いや、プロレスあんま詳しくないんですよ、我々、そうね、天竜源一郎、プロレス詳しくない我々でも天竜源一郎は知ってるとかもすごいよね、すごいよな、ヒップホップで言うとジブさんかな、やっぱり、え、どうなん、どうなんだろう、いや、下手なこと言ったらこれは、あ、そう、プロレスファンうるさそうだもんね、いやでもどうなんや、まあでもまあ天竜源一郎、あの、うん、ね、プロレスファン以外でも知って、まあ、うん、ジブさんかクレバさんかかとこなんですかね、まあ、ね、ところ、いや俺ほんとあれなんですよ、90年代と2000年代前半の K-1 しか詳しくないんですよ、めっちゃ詳しいもん、ね、あと2000年代中期の総合とかしか詳しくないんです、プロレス全然知らなくて、でも K-1 の話ずっとしてるやん、森さんとね、マネージャーの森さんとね、マネージャーのずっとしてるんですよ、俺全然入れないんですよ、うん、あれやめてじゃあ森さんとやってるいつもの漫画の話やめろよ、あとお前二人がなんかタバコを吸いくために喫煙所二人でバーって行くの禁止、お前が二人が行くことによってフェスで俺フェス会場で楽屋でずっと一人でこうやってんだから、いやだから周りのバンドは怖くて、だから俺と森さんがその喫煙所っていうとこ、お前一人で甲子園があの競馬の話してたら一人でいや、ヒョードルめっちゃ強かったあ、はいヒョードル総合、競馬じゃない、え、ヒョードルは総合です、あやめプライドです、プライドですね、プライドか、こいつ舐めてますよね、こいつ、他のお題なんかありますか、他にはい、じゃあやばい、あいつはやばい、先に処理しとく、え、先に処理しとこう、今なんか、今それこそラララララって言った人、言ったやつ、シャウトした人、あ、え、美容学生ちょっともう、美容学生全体の評判が下がるって、そうよ、またな、うららららら、美容学生、うららら、美容学生ですわ、美容学生全体の評判が下がるって、え、美容学生なんですか、お兄さん、そうな、美容って何やんの、あの、その、あ、髪これでしょ、これな、これパパッつってやるやつ、こっちね、髪これね、こっちね、こっちね、
でもで、あんなこと学校でやったら多分怒られるんだろうね。いや、絶対か一番自分がバカにしてるの。これ勉強します。え、ってことは将来美容師任せたくねー、任せたくねーよ。いやーなー、あいつに刃物扱わせたくねーだろ。絶対危ないやな。これだってやっぱバカとハサミはっていうからさ、使いようやから、ね、危ない、危ない使いようね。あいつはバカだからね。あ美容学生、じゃあ他なんかありますか。はいはい、じゃあそこのメガネのお兄さん、オノミー、オノミーですね。これはあれですね、あのアベマ TV のあの歌丸さんの水曜ザナイトでうちの DJ 松永が出た時にそのね、童貞の童貞に変わる言い方を教え、あのみんなで考えましょうということでね、あの視聴者の人から、あのえ、お題何個集まった、え、お題も何個集まった、いや、ちょお題整理しようぜ、お題整理しようぜ、お前あかんぞ、あかんぞ、お題整理しよう、あかんあかんあかん、こいつはごまかそうとしてる、ごまかそうとしてるね、早く聞きてぇな、あるのラップマジで聞きちゃー、マジ聞きちゃーな、お前かっけえもんな、おのみね、童貞に変わる言葉、おのみっていうね言葉が集まったみたいですね。 いくつですか、おのみ、えうるせえ、うるさい、あの、先生、あの、死後はやめてくださいあの、図書館みたいなスタイルで今日のワンマンやってくるので、うるさくしたやつからね、つまみ出してもらうんですね師匠ぶち切りです、他に、他にある、うん、じゃこっちの方行きます、こっちの方、はい、そっちの、帽子でこうやってる人、はい、うん、そう、うるせえ、あいつ、何やそれ、俺も、まあ、俺らが日本で一番尊敬するベーシスト、浜岡本さんですよね。これね、あの、まあそうですね、うん、岡本津の浜岡本ですよ ね、 うすね、うん、もうこれ以上何も言えへんから、まあ、他らがあるかリスペクト、はい、じゃあ、ラフリスペクト、オッケー、ね、じゃあね、どうしはい、じゃあそこのイロハス、イロハス、イロハス、いやもうそれは、お題浜岡本と一緒だから、浜岡本のツイッターの裏アカウントが桐谷美玲の芦田目白だという情報が嘘ですよ、嘘ですよ嘘ね、いやそういうノリをラジオでやったよっていうことですから、ね、やったよ、ね、ラジオ聞いてない人ごめんなさいね、ごめんなさい ね、ラジオ聞いてない人から、ね、したらね、多分浜君のことにマジでつまんないと思う、ごめんね、じゃあ、はい、じゃあもうラジオ関係なし、関係なし、ラジオ関係なしの、はい、はい、じゃあそこの女の子、黄色、黄色、それはお姉さんが黄色い服を着てるから黄色、わかりましたあもう今日も今日急激なピュアな急激なピュア、急激なピュア、ほんまびっくりした、黄色、でもそのね、あのなんか本当に自分が間違ってましたと思ったハッピュアファッと思った、さっきね、あの俺が汚れた、人をいじる流れが続いたから、続いたからね、いじるいじるでピュアが来たらね、来たから、そう寒暖差でやっぱね風邪ひきそう、ピュアが一番強いってのあるよ、あるよ、あ、ほんと、あのベニザクラさんの勘違い知ってる、うん、あれだろ、サグより危ねえピュアを食らいなっていう、ね、あのラインに、ピュアサグより危ねえから、危ねえから、いや本当この黄色って言った人もサグより危ねえよ、全然危ないマジで、ピュアに刺してくるから、余裕でピュア黄色、うん、あるからその怖さ、黄色え、それのこれはあの後ろ首を手刀で眠らすっていうやつ、黄色、黄色トンつって、じゃあ結構集まり、結構集まりましたね、黄色ね、ほんで桐谷美玲の足なめじろうね、で、浜岡本、ね、重複してんだよな、ここ一緒だ、一緒だから、ね、一緒だから、ね、浜岡本ね、ほんで、あれや、ヴィーナス、ヴィーナスフォートね、ヴィーナスフォート、ほんで、おのみ、おのみ、ほんで、知ってる知ってる人、美容学生な、美容学生な、うるせえなあいつ、美容学生な、ほんで、何やったっけ、パンケーキや、パンケーキ、もう、まだあったっけ、横須賀、わ、その8個も取ったんですか、天竜現地、あ、9、これは成功率がぐっと下がりましたよ、調子こいた、調子こきました、調子こいた、ちょっと待って、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、黄色ね、浜岡本、あれ桐谷美玲の足なめじろ、ほんで美容学生で天竜現地郎で、パンケーキ、ほんで横須賀でヴィーナスポートね、ほんで、あ、もう一つ抜けてるわ、オノミーな、この9個な、9個はちょっと調子こきました、完全にね、普段だって5やもんな、5、本当に頑張ってほしい、応援はしてる、分かった、応援はしてる、じゃあこの9個のお題で、フリースタイルさせてもらおうと思います、えい
できるかな、できるかな、休校の台でフリースタイルできるかな、できません、は通用戦ゲリラ戦、まるでヨシさん見たく入れ込むぜ、サンプリングラップグラップラ頭仲間割るぜ、俺のフリースタイルはかなり上、つまりはビジネスじゃなくファーストクラスでもなくて、俺は庶民階級エコノミー、オノミー横にいるけどラップするのらりくらり、今からノーリー刻み込む俺の言葉、ラップフェノミナーみたいに始まり出す現象、どうなるかわからんけどもヤバすぎる俺のラップ、つまりは叩き出すぜ100万点じゃなくてヤバすぎアドバンテージ、あとパンケーキ食ってるやつにもちゃんと聞かそう、甘いスイーツにもノーリーに激辛ライミーしっかりとお届けなら、どうなるかわからんけどもその刺激物強すぎる激物、刺激物を食いすぎて喉ならばガラガラ上がらこうガラ声の男、つまりは天竜拳一郎みたいになっても大丈夫、ロンゲなびかせから声響かせ、今からラジカセ片手に担ぎながらも吐かせ茶化せる、俺のラップなら百貨店みたいに溢れるぜ、百貨店ぐらいの品揃え見せたろ今ここで、聞いたことね見たことねってやつなら行こうぜ、ヴィーナスポートへ買いに行こう、つまりヤバめなラップたくさん売ってるとこじゃないけど、ここの方がヴィーナスポートよりもヤバい品揃えの言葉ちゃんと耳に届ける、つまりみんながおどける前にしっかりと聞かせるぜ俺のラップ、あれ俺らのフリースタイル聞けるところってどこすか、それは横須賀じゃなく東京ゼップ、今この場所で聞かせるトントンとチェックしといてくれ俺の言霊、言葉尻をパチリと合わせてくぜ今は始まり、ダジリン D でも飲みながら企業につなげようかわからんけども俺ならパチリと聞かせるぜ俺のフリースタイル、ならば行くぜ、 It's like that show right this show、 桐谷ミレイの足並み次郎なら浜岡元等の裏アカウント分かってるやつら Let's go、 ここが一つのお題になる、大事な言葉打ち出す第二ターミナル、つまりは飛び出す言葉のエアポート、俺の言葉さながら飛行機のように飛び回ろう、どうなるか分からんけどもやるぜ、俺ならばトラップに乗せるよりしっかりとしたブーンバックの上で文学的な韻を吐くぜ、美容学生も医療学生も小学生も盛り上がるぜ、そんなライミ聞かせるぜ俺が日本黄色い B-Boy、 ここに参上、つまりは俺のやり方、集まったお題はこれだけかな、つまりこれが俺の得意技、 This is 聖徳太子スタイル、ありがとう。ちなみに私の僕のお題飛ばされたって人いますか？嘘やん、嘘やな、嘘やな、いけるよな、いけます、いけますよね、100点満点でございます、ありがとうございます